私はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は七夕が近いっていうことで、もう第2弾 CM で着ている衣装である浴衣を今日着てくださったということですけれども、はい、まあ本当にいいですね、うん、パンパンパピコピンピンピピコプンプンプピコペンペンペピコパンパンパピコ何度やっても同じことパンパンパンパピコピンピンピンピピコプンプンプンプピコピン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 ピピコポン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 ピコパン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 パピコ強っ。美味しく楽しくパピプペパピコゲーム。パピコ。ちょっとここでそのゲームをやってどんな感じなのか、ベースの皆さんに見ていただきたいと思うんですが、ピンピンピピコ、プンプンパピコ、ペンペンペピコ。何度やっても。パン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 パピコ。パンピンピンピピコ。ゲームすごい盛り上がりましたね。まずちょっと感想の方を聞きたいんですが、島崎さん、はい、どうでした？盛り上がりました。え盛り上がりました、ね、これが噂の塩対応です、はい、でも実際その島崎さんやってみて、まあ、こう今日の会場でやってみて、その全然その島崎さん自身はミスもなく、そうですね、はいこれが塩対応なんですパピコゲームが流行りますように思ってますか、それ久しぶりになんか初めてなんかこういう場で優等生コメントしてみようかなと思ってしてみたんですけど、どうですか？最高です、ありがとうございます。これからじゃあ自分の中でちょっと変わっていこうかなみたいな感じはあるんですか？ありますよ、だってもう選挙のコメントで言いましたから、うん、はい、じゃあやっぱりこれからもうちょっと塩対応って言われないような感じで、そうです、私は変わります。おお、あ、フラッシュの音が。すみません、改めてそのパピコゲームやってみていかがですか？楽しかったです。横山さん、いかがですか、この塩対応卒業。いや、多分しないんだろうなと思って聞いてました、うん、でもなんかね、塩対応、パルルの塩対応をこのパピコの甘さでね、うん、あ、うまい、久しぶりに、久しぶりに、勉強してます。